ちは。今回は、お料理です。実は、CPU は料理が好きらしい。では、チータラを使ったおつまみです。この動画の通りに作って、うまく作れなくても、クレームなしでお願いします。画面はトップバリューのおつまみチーズサンドです。まず、オーブンペーパーを電子レンジに引きます。その後、チータラを、並べます。ポイントはタラの部分が両端になるように並べます。加熱は、まず、500ワットで、2分間加熱します。加熱をするとこんな感じになります。2分加熱すると、チータラから蒸気が出ますので、2分加熱後に、蒸気を逃がすために、レンジの扉を開けます。2分後の状態は、こんな感じ。すでに色がつき始めています。30秒ぐらい蒸気を逃がします。2回目の加熱です。500ワットで加熱します。画面では、時間、30秒を設定しています。この時間は、30秒から1分で、状態を見ながら調節してください。きつね色になったら、レンジから取り出し、冷ましてください。以上で、チータラチンの完成です。それでは皆さん、成功をお祈りします。